ケーキがない。えいや、キャッチ。ちょっと落ちた。あっす。孫倉兄弟の誕生日をお祝いし、ケーキを食べ、花火をあげたい。パク。おい。押せない、押せないよ。押せない。押せない。あ、出られます。勝ち。とんかつ、誕生日おめでとうございます。良い一日、良い一年になることをお祈りしております。押すな、とんかつ。あれ、どこ行った？あった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 。押すんじゃないよ。とんかつだけ。マグクラアレンジ。おしゃれじゃないですか。おー！というわけで改めましてどうも、マグニーでございます。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやっていきたいわけなんですけれどもですね、昨日はね、蔵を作りましたね。はい、蔵についてこのようなコメント。これが本当のマグクラですね。うまい！何名かの方がね、この、マグクラ、マグクラのね、コメントをくださっておりました。ありがとうございます。マグクラね。あれも収録からちょっと直したんで、後で一緒に見に行きましょう。でね、皆さんにね、ちょっと私隠していたことがございます。もうね、コメント欄の方でもね、やっぱり皆さん徐々にね、気づかれてるという、こともあり、やっぱりもう隠しきれないなということで、すいません。私実は、私は神だ。隠しきれないこの才能は、神と崇められ、そう、マグクラ界に衝撃を及ぼすほどの衝撃を呼ぶ、そう、まるで、すいません。最近ちょっと調子に乗りすぎております。ね、あんなわけのわからない建物を蔵って言って、言ってる時点でもう神ではないわけですよ。コメントにはもうありましたけど、和風ではないよねと。中国の要素、洋風の要素、すべて取り込まれた、なんだかわけのわからない建物になっていたよねっていうようなコメントもございました。はい。申し訳ございません。今日のカメミ！兄さん、デパートとかによくある望遠垂れ壁っていうのをマイクラのガラス板で表現したらいいんじゃないでしょうか。特に大型建築などに役立つかもしれないですということで、写真と一緒に送ってくださいました。確かにおしゃれですよね。ちょっと後でやってみよう。和風建築は白の雪の方が合っていますよ。このコメントもね、雪の方がいいよっていうコメントもたくさんいただいております。なんか雪ってかぼちゃかぶった人をですね、ちょっと、配置すればですね、いくらでも雪が手に入るので、もしかしたらその方が効率いいのかもしれないですね。はい、11分54秒に映った石レンガが某有名ネズミキャラクターに見える。はい、こちらご覧ください。知らない？いかがでしたか？ネズミに見えましたか？ネズミにね。今日の、マグズボックス！ガチャン！はい。というわけで、ご用意？というわけで用意しております。看板一つ、額縁一つ。はい、これね、0.003434% のダイヤのブーツね。こいつ。そして、板ガラス。先ほどご覧いただきました。そして、雪玉。この雪玉はね、私が持っているすべての雪玉になります。今ね。というわけで、手直しのコーナーをやっていきましょうというわけで、まずね、このダイヤのブーツ知ってる？これ僕が、昨日 0.003434% でゲットしたダイヤのブーツ。名前つけました。0.0034% のブーツでございますね。詳しく、知りたい方はですね、昨日の、おとついの動画をご覧いただければと思います。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれじゃないですか。おーやべえ、倉庫がまた一段とおしゃれになった。これ使えるよね。今後だから大型建築の時は使おう。ありがとうございます。まずはこちら、確かに書き忘れておりますね。みんなね、ちゃんと名前書いてあるのに一番最後の彼だけ書いてない。はい、某プバンクのね、プバンクのね、アイドルの方と一文字違いだっていうことに、気づくという。今日は誰で行こうかな。ブッチーで行こうか。ブッチー、今日はブッチーで行くよ。ブッチーも割と早いもんね。ブッチーも割と早いわけよ。おーっと、ごめんごめん、羊が増えてるな。さあ、綺麗な馬道を走り抜け、日本村の方へ行きましょう。ブッチーは早いからいいね。それではですね、ちょっともう見えちゃってるけど、収録が一番のコーナーでねー。途中ではございますけどもね、ご覧ください。はい、ちょっと蔵をですね、蔵っぽくしてみました。ただ屋根を変えただけなんだけど、本当はね、もっとね、細かいところ変えていったら、本当にリアルな、蔵っぽくはなるんですが、ここはちょっとオリジナル蔵ということで、こういう形にさせていただきました。ね、いかがですか？うん。
屋根がちょっと落ち着いたでしょなんとかちょっとオリジナリティを残しつつ屋根っぽくて、蔵っぽくできたのではないかと思っております。はい、そして中なんですけれども、アイテムの移動はもう行っております。はい、こんな感じです。はい、一応ね、額縁で何が入ってるか分かりやすくしております。はい、もう何が入ってるか分からないというと、こう補足説明ということで、こういう風に看板の方も設置させていただいておりますね。はい、そんな感じです。で、ここはゴミ箱、入りきらなくなったものですね。例えばこれ石がここに入ってるんですけれども、すで、にこの石のチェストは満タンになってますよということですね。ラージチェスト1つあれば多分十分なので、それ以外のものはゴミ箱というか、うん、ゴミ箱のものは持ってちょっと日本村に、マグタンの方に持ち帰ったりとかしようと考えております。服をここに配置しておきましょう。雪ブロックちゃんが雪玉か。それではね、手直しの続きやっていきます。ここね、確かにここもちょっと橋立てないといけないんですけども、ちょっと待ってくださいね。ここがですね、 OK で、こちらも当然のごとく隠していきます。よーし。そしてね、ちょっと言い忘れておりましたけど、この蔵を直した時に扉の取っ手の位置もちょっと逆にしてみました。確か逆だったと思うんですけどね。あ、夜だね。はい、ここにベッド置いてますので、取って寝ましょうか。はい、そしてね、私がなぜ 0.0034% のブーツをこちらに持ってきているのか。そう、やはりね、縁起がいいものだということで、ちょっと飾らせていただこうかなと思って持ってまいりました。こちらの方にドラゴンの卵がここにあったりとかね、まあとにかく縁起いいものがここに集まっております。やっぱりね、こう祈願するときにちょっと見えておいた方がいいかなという。あー、どうしようかな。これもみんなにちょっと聞いてからやった方がいいかもしれないね。じゃあこの掛け軸ちょっと取らせていただきますね。掛け軸取って、はい、もう名前が出ちゃってる、近くにいるとね。縁起物でございます。縁起物ですね。で、この掛け軸はちゃんとこちらにかけておきましょう。マグロ兄弟の幸せ。そして今日いいことがあった方、嫌なことがあった方も、明日はいいことが起こるように祈願したいと思います。焼き魚持ってくるの忘れて、生マグロだけあったので持ってきました。あー、マグロ大名ちょ、冒険に出てみないか。確かにね、おっしゃる通りです。あぜ道というか、この日本村にもですね、普通にこう道的なものを作っていけばどうですかっていうアイデアですね。ここからちょっとつなげていくの形で、まずはで、ここはちょっと砂利引いちゃってるからあれなんですけれども、例えばですね、この前であったりとか、こういうところであったりとか、奥さんの道みたいな感じにしとけばですね、ちょっとメリハリもついていいですよね。でですね、あとつなげるとしたら、あ、そうですね、こちら側までの道ですね。で、ここに橋立てるつもりでいるので、はい、ここもじゃあ草の道にしとこう。うん、草の道がこんなに使えるなんて、和風の村を作るとね、かなりいろんな活用方法が、見えてくるような形だと思います。で、今後もとも、あ、そうですね、入り口、ここにも入り口があったな。この前にもちゃんと作っとこう。湧き潰しにもなるし、こうやって案内するような形にもなっていくという。これもだからあれだね、どうするのかな、ちょっとでも難しいよね。まあ今後だからいろんなものを作っていく中で、この辺のちょっとバランスは整えていけるのではないかというふうに思いますのでですね、はい、こういう形でなんかこう道っぽく作っていけばいいんじゃないかな。で、例えばあそこの橋にちょっと行けるようにしていきたいので、そうすると、はい、道にの障害物になるものすべて除去しました。はい、こんな感じでね、蔵への道作ってみました。まあ最短ルートですね、間違いなくね。で、この家の前だな、ここもですねここもだな、不自然であるな。はい、こんな感じにさせていただきました。ここを歩いていくことによって、はい、着きます。蔵の方まで一直線ですね。あ、わかりやすいね。ぴょんと、はい、ぴょんと、もう鳥居までの道もちょっとやっときますかね。ここもね、4マスあんのか。こんな感じかな。ちょっと広い道になっちゃったけどね。じゃあここもやっとこう、もうね、ここもやっとくわ。はい、これでいいね。
とりあえずグッドですね、グッドですね。あぜ道のアイディア誠にありがとうございます。もう一つあるよ。うん、山に登ってくれという、あ、ちょっと待ってね、今持ってるアイテムをちょっと蔵の方に整理しに行きたいと思います。この、私が、作ったツリーファームがここに内蔵されているこの山、昔にですね侍さんが登っていましたね。はい、この山にちょっと今から登りたいと思います。はい、登りました。ご無沙汰でございます。はい、それではですね、この頂上にですね、実は伝説の箱があったりするんですね。伝説っぽい箱、これが何か知りたい方ですね、ちょっと概要欄の方に貼っておきます。あれ、あの月に見えるあれは何、あれ何、あれ浮いてるやつ、あれ何、あれ引く手やないかい、遠いけど引く手やないかい。伝説の横で寝よう。あいつに、はい、ご覧ください、こんな感じですね。ここでもうちょっと上がってみようか。うん、なかなかいいんじゃない、上から見た日本村の様子。はい、こんな感じです。はい、それではですね、あー、いっぱい建物建てたんだなマグニーと思ったけど、上から見るとそうでもないね、まだまだだね。はい、こういう時こそ影だということで影入れさせていただきました。なんかあれだな、ちょっと写り的に微妙ですね。これなんで、これこういう感じでスクリーンショット撮っとこうか。あ、いいねいいね。ちょっと遠すぎんのかな、なんか荒いよね。ね、日本村も成長してまいりました。まだまだやっていきたいんでね。埋め切らないといけない部分がございましたし、あの、こっち側ね。で、この上にですね、城を建てて、ちょっとすっげー目立つ城を作りたい。で、五重の塔とか三重の塔とかっていうのをちょっと作っていきたいので、それを作る場所をですね、ちょっと整地して作んないといけないのかなと思っていて、あと、この、岩とそっちの岩の間のあたりですね、あそこに作るので、だからそこにある石とかですね、がっつり削っていきたいんですよ。で、城下町みたいにしたいので、今下にあるやつをね、城下町です。まあ、日本村に関して今後やっていかないといけない。ちょっと荒いな、おい。なんでこんなに荒いわけ？まあ、いっか。ちょっと戻ろうか。はい、この辺から見てもまあでもあれか、何なんだろうな。はい、シェーダーなしで見てもね、こんな感じで、おー、ここから見るとまだ綺麗だもんね。ちょっと離れるとやっぱり荒くなるんだね、しょうがないね。はい、っていうかね、浮かれてました、落ちてしまいました、すいません。はい、降りましょう。はい、それではですね、田んぼバックにですね、昨日やりましたアンケート結果の発表に移りたいと思います。それではまずこちら、マグニーの次の冒険の目的は一体何にがいいですか。ダイヤ1スタックが圧倒的多数でございました。まあ、それぞれね、何票かございましたけれども、圧倒的ダイヤ1スタック、次の私の冒険の目的はダイヤ1スタック集める。ダイヤブロックではないですよ、ダイヤにして1スタック。まあまあ、運良ければすぐに終わるけど、割ともしかしたら時間かかる可能性もあります。でもこのダイヤ1スタック集めるのに、私の今のこの装備、そして持っているアイテムを尽くしすれば、集中してれば1日で取れるんじゃないか、1回の収録で取れるんじゃないか。1回の収録じゃさすがに無理かもしれないですけれども、運が良ければ1回の収録でもしかしたら集まるかもしれない。そうですよ、今すぐにでも洞窟に飛び込んで今すぐにでも取っていけるからです。そこでもう一つのアンケートを取ってみました。マグニーに行ってほしい冒険、まあつまりどんな縛りで行ってほしいかということです。アイテムを持たずネザーで知らないところに行って冒険を始めるが圧倒的多数で1位でございました。何も持たない状態で知らない土地に行って、そこでダイヤ1スタックを集めて帰ってくるということです。で、冒険なんか行かないでっていう言葉もありました。米欄にね、マグ冒険で米するっていう欄を、わけのわかんない欄を作って、はい、そうするとですね、防具なしで2つ目のエンドチップ探し、怖いね。で、もう一つ、武器をマグマバケツ絞りで洞窟探検、これも面白そうですよね。先ほどのエンドチップ探しとこのバケツ縛りっていうのはちょっと案として保管させていただきまして、建築に関する一つ案ですね。建築資材何種類でもいいを持っていって、良さげな場所で即興建築、ある方がやっていた企画で、これで家を建てやがれってものがあります。簡単に言えばブロック縛りの建築、それをネザーで遠くに行った先でやってほしい。これは面白いなということで、そうそう、それと別に、粘土ブロック使って何かやってほしいなっていう、リクエストをいただいておりました。粘土ブロックね、わかりますよね、姉さんにある粘土ブロックです。あちらを使って何か作ってほしい、建築してほしい。今回の冒険はこのようにしたいと思います。粘土ブロックのみ持ってネザーで知らない場所へ行って冒険を始め、目的はダイヤ1スタックを集め、そして粘土ブロックを使った建物を即興で1つ建てる冒険。そのような冒険をちょっとやっていこうかなと
思います。皆様アンケートにご協力のほどありがとうございます。なるべくですねそんなに時間かからずに、何回かの収録で終わらせたいと思っておりますので、退屈だなと思われる方はですね、ちょっとぶっ飛ばしていただくか、もしくはその退屈の間に、私、そうですね赤石のおっさんでも更新しようかなというふうに考えております。赤石のおっさんで、週明けですね、週明けの、掃除の作り方とか、なんかドロッパーで上に上げるアイテムエレベーターの作り方であったりとか、もしくはそういったことをですね上げたいというふうに考えておりますので、ぜひお付き合いください。それではですね早速冒険の準備をしにマグタウンに帰りましょう。大事なもの、大事なものっていうのもおかしいけど、この中のもの全部ね入れときます。そうしないと縛りになりませんからね。向こうでエンダーチェスト作ってしまえばこうやって私のチートアイテムたちを使えてしまうわけでございますから、エンダーチェストの中のもの全部ここに流しておきます。粘土ブロック、ここにあるもの全部持っていこうね。即興で建物をこのアイテムだけで作る、粘土だけ持っていかせてねっていうことだよね。こんな弓何これ、あ、コンパウンド棒なんでここにあるの。はい、向こうでねネザーゲートを開設しないといけないので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、これ10個と火打ち石と OK、 これで揃ったんじゃない。あ、危ない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 、もう最強装備しちゃってるじゃん。はい、準備は整いました。アイテムはたったこれだけ。それでは、冒険の始まりの地へ行って今日の動画を終わりにしたいと思います。久しぶりにこのネザー鉄道の方行きましょうか。久しぶりですね、ずっと日本村でやってたんで。はい、到着しました。ちょっとじゃあねある程度離れていきたいんだけども、離れる術がないな。おい、選んだ場所を間違えたな。よし、ちょっと離れていきましょう。離れられそうな場所、おお、要塞か。あー、めんどくせえパターンだぜ。あ、走っちゃダメ、お腹空いちゃうからまずいね。これ速攻ちょっとやばい感じになっちゃうんじゃない。これ途中までのね、向こうまでのねちょっと食料ぐらい用意しとけばよかったね。どうしよう、わかりました。ちょっとすみません、いきなり企画頓挫しちゃうよりはマシだということで、ちょっとここにですねちょっと作らせてください。どこに出るかな、ちょっと行きましょう。あまりにもちょっと近すぎると、ちょっと変更しますんで。あ、やべえ。というわけでこの手持ちの火打ち石は、はい、向こうへ投げます。で、私が持っているのは粘土でだけであることを確認していただけたと思います。やばいな。はい、というわけで次回から、体力もすでに、空腹度もこんだけしかない状態で、ここから冒険のスタートでございます。ぜひ次回以降にご期待ください。それでは、あ、やばいぞ、明日いきなり死んで元に帰らされる可能性が十分高いけど、そこは私のプロの腕でどうにかしたいよ。あ、これ見て、あれ、ラブラブラってなんか書いてますね。それでは、画像を紹介いきましょう。手直し画像、こちら、なんかだんだん畑ですね。ちょっと私が作ったのに似てるから、もしかしたらインスパイアしてくださったのかな？ありがとうございます。そして、米見画像、こちら、すごいよね。なんかアニメのキャラクターみたいなんで、はい、ありがとうございます。そして、米見、マイクラ初代の米見ですね。ありがとうございます。皆様、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。明日からはちょっと冒険の間になります。ぜひね、楽しみにしておいてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ほな！